ごきげんよう、山口愛希です。はい、ということで今日は勇敢なる水平を歌いたいと思います。この曲は1895年明治28年の、年に発表された曲なんですが、日清戦争の航海海戦での出来事を、モチーフにされています。で、歌詞の中にも出てくる人物の方々なんですけども、三浦寅次郎さん、三等水兵の方ですね。三浦さんは死の直前に、副長にまだ庭園は沈みませんかっていうふうに問いかけて、それで副長の向山新吉さん、海軍中将がその、言葉にこう、返事をするっていう、すごいこうリアルな歌詞が描かれているわけなんですけども、三浦さんは重傷を負いながらも最後の最後まで敵艦の撃沈を願った、本当に立派な最後だったっていうふうに言われているんですけども、実は敵にこう撃たれた時に三浦さんは痛い痛い、お母さん痛いよというふうにこう叫びながら泣いていたそうで、それを見かねた副長さん、向山海軍中将が、鹿児島男児がお母さんなんて泣くやつがあるかって励ましながらこう声をかけ続けていたというふうに言われている説もあります。私はこの話を聞いた時にすごくこう涙がこう溢れそうになってくるという、こう胸にグッとくるものがあって、歌うようになったんですけども、こちらに画像を出すんですけども、この本を読んで初めて知りました。当時のその出来事っていうのが、今こうやって時代を超えて私がこう知れているっていうのも、副長の向山新吉さんが、戦争が終わって終了した後に本屋さんに立ち寄った時に、こういうことがあったっていうことを向山さんがお話しされて、それでその本屋の主人が新聞会社の関係の人で、新聞でその話がこう報道されたそうなんです。で、その記事を読んだ作詞家の方ですかね、佐々木信綱さんがこう一夜で詩を書き上げて、で奥義久さんっていう方が作曲されました。本屋に立ち寄ってその本屋の方にこうお話をされて、この曲が時代を超えて今を生きる私も含めこう多くの皆さんに届けられることができたっていうところでは、本当になんか言葉が見つかりませんけど、忘れてはならないことだなと思います。それでは聴いていただきたいと思います。